小さい頃サッカー選手に憧れていました。僕は野球をやりつつもサッカーにずっと憧れていました。だから僕は気づいたらこれを手に取っていました。もう一度サッカー選手の夢を追いかけよう。てーてて嘘だ。あっちそっちよっちです。サッカー選手に憧れている話は嘘です。というわけでですね、はい、こちらフットバブルズ、なぜ私がこれを選んだかというと、サッカーが好きとかで選んだわけではなく、靴下の上にシャボン玉が乗っていますよね。で、僕はですねこれを見た瞬間に、あ、割れないシャボン玉と思ったわけです。過去にですねドライアイスで割れないシャボン玉っていうのを作ったんですが、これちょっとねこのシャボン玉液が割れないのか、この靴下がねすごいのかちょっとわからないんで、まあこの靴下に何か秘密があるんではないかなと思ったので、今日はですね実際に割れないシャボン玉、割れない靴下を組み合わせてね、このねサッカー選手のようにリフティングしたいと思います。それでは行きましょう。子供になりた、あれ靴下が2つ入ってました。カラーは4種類だけど、今回僕が選んだのはオレンジと青のやつね。はい、でこれがシャボン玉液、可愛らしい器ですね。このフットバブルズがどれぐらい割れないのか検証していきたいと思います。つけて、てっきりね、この靴下がねすごいのかと思ったけど、シャボン玉自体がもう割れない、普通のシャボン玉液じゃないです。これはそうですか、そうですか、じゃあ分かりました。じゃあまあ新たにね検証を変えたいと思います。フットバブルズのシャボン玉液 VS 僕の作った割れないドライアイスシャボン玉、どれだけリフティング回数が多くできるか、その耐久性はどちらが強いのかを実験したいと思います。湿ってると割れます。ドライヤーを持ってきました。これで常に乾かして同じ条件でやりたいと思います。このフットバブルズ液からやっていきたいと思います。まあね多分ね10はいきます。軽くいくと思います。10は言うぞ。17回。それでは次に僕の作るドライアイスシャボン玉でリフティングしていきたいと思います。まずはシャボン玉液を作る材料を紹介します。はい、こちらグリセリン、台所用洗剤、ぬるま湯、ぬるま湯、台所用洗剤、グリセリン、1対1対3の割合で混ぜます。これがね一番多く入れないとね。割れないシャボン玉の動画を作った時にですね、まあドライアイスを使用したわけなんですが、まずはやかん、そしてホース、そしてドライアイス、一応ドライアイスを触ってるので軍手をしています。まずはやかんにホースをちょっとつなげちゃうかな。 OK、 まあドライアイスを入れて、でお湯を入れたら煙がここから出てきます。シャボン玉液にこのホースの先端をこうつけたらシャボン玉が勝手にできます。こうやってプッてってね、もしも17回超えればフットバブルズより割れないということになります。自己満で終わるんですが、自分でも作ることが可能なのかっていう実験です。液をセット、よいしょ。久しぶりのドライアイスレッツゴー、蓋を閉める、よいしょ、よし、できた、できたぞ、ふう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 、いいぞ、ほよし、こいつこいつこいつ、1、まあドライアイスがね割れない原因を作るものだと思っていましたが、割れないシャボン玉にドライアイスは全く関係ございませんでした。ですね、はい、こちら、あ、これちょっと泡だらけになってますけど、これ正真正銘僕の作ったグリセリンとぬるま湯と台所用洗剤で作ったシャボン玉液です。おお、オッケーオッケーオッケー、おお、いいじゃんいいじゃん。ですね、もうね割れないシャボン玉は液作るとこありましたよね、あこでもう完成しておりました。皆さん勘違いしないでください。ドライアイスを入れても、関係ありません。ということでですね、この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日の16時にお会いしましょう。さよならー。